どうも皆さんこんにちは、マーと申します。今日はですね、勇者が人間のクズすぎてクソゲーというゲームをやっていきたいと思います。前やらせてもらったゲームと同じ作者さんですね。はい、それではやっていきたいと思います。ニューゲームおれいクズいやこれは変えておこう。あえてのこれはちゃんと感情移入をしないといけないからね。これは決定よしまあ主人公には自分の名前つけるね。お城です、王様。おお、よく来てくれた勇者よ。大変じゃ、マジで大変な事態が発生したんじゃまあ気持ち軽いけど、まあまあまあ、あのきっといい上司なんでしょうね。距離感を測らなくてもいい、いい上司なんでしょう。9世紀にこの世界を恐怖のどん底へ叩き落としたと伝えられている魔王が悠久の時を経て復活したんじゃ。急だね、なかなか。このままでは、この国は崩壊してしまう。お願いじゃ、魔王を倒してくれ。まあ大体勇者は、わかりました王様、私必ず魔王を倒してきますみたいなこと言うんでしょうね。で、あ、これ名前魔王にしたのしくじったか、これ。で、え空気感すごいだろうな。この手前で備えてる兵士たちも、あの目くばせしながら、みたいななってそう。いやだからさ、なんぼ出せんのおお報酬のことかぞい。喋り方がもう完全にデデデ大王になってるから。ちょいと兄さん、勇者業なめてんの？あったりねえですよ、喋り方がなんかお互いに割と雑な感じ、雑味が深い。しかし魔王の悪行により我が国の財政状況は破綻寸前。魔王が経済に打撃を与えてくるって相当えぐいな。人なんか一次産業を全部魔王が潰しに回ってるんだろうな。1万ゴールドでどうじゃ。もっとたかる以外のたくがないからね。もっとたかる。はあ、あのさ、俺っちこれから湿地をくぐり抜けてくるわけよ。こんなケチくせえおっさんがおかみじゃ、国民も大変だなこりゃあ、やばい、これ俺で違和感がないなうーむー、よし、わしの私有地を売ろう。5万ゴールドでしょうじゃ。お前私有地4万ゴールド売ってたんだ。結構な私有地、さらにたかる。あんたさ、大事な国民の命がかかってるのよ。売ろうや、この城この城って言った時、多分目線が下にグンいってるんだろうな。この城、この居城は先祖代々受け継がれし由緒正しきお城、それだけはご勘弁を。知るか。わかった。一十百千万十万百万ゴールド出せんじゃん。なんか待って、100万ゴールド出せるのに渋って1万ゴールドっつってのはさすがにこいつもちょっと悪いな。まあよしとしてやるか現金で出してるってことはこれ、あ、こいつの王様も悪くない、そんなこと言ったら。だってさ、城を売らずしてさ、一夜千万十万100万ゴールド出せるわけでしょ。しかも先払いで。おい、こいつ悪いぞ。こいつ1万で済まそうとしてたわけでしょ。国民のために資材を投げうる国王、わらわらわら。この W って何て読めばいいんだろうね。泣かせるぜおい泣かせんなこの国王、マジウケんだけどじゃあちょっくら行ってくるわ。違和感がないな。こりゃひでえフィールド、こりゃひでえフィールドだなこりゃ、あ、なんだ、あ、売りやつやばね。売ってる売ってるけど現金化したのか。え、なんかスッと自然と座るんだけどこいつ悪え、王様じゃあ今どこにいるんだろう。町寄るか、すがすがしい町だりゃ、帰って寝るかおお、結構な。魔王の彼女あ、おかえり魔王くん、ご飯作って待ってたよ。すげえ気合い入ってんじゃん。ピッツァと、これ何、これ何、これピザ、最初こっちピザかと思ったけどこっちがピザだよね。これ何、せいろ蒸しのすごい平べったやつ。あとフルーツ盛り、完全にキャバでしか出てこないフルーツ盛りに、すげえ、これなんでバンバンジーみたいなつけだれつけてないこれいらね、寝るわ。あー、ほんと、うん、マー君疲れてるもんね、おやすみ。これ絶対 DV とかしてるぞガーグゴー、爽やかに起きたな
もう働かな、あーおはよう真央くん、二度寝る、クソだれ、二度寝やな震え上がるクズだな。おはよう真央くん、そろそろ魔王退治行かなくていいのかな、もう一発寝るか。この寝るにはいろんな意味があるんでしょうね、知らねえよまあでももう働かなくていいだけの金を手に入れてるからな。寝るのも飽きたな、寝るのも飽きるって感情に苛まれてみたいな、死ぬ前に一度行ってくら、金くれ、お前もらったよ、はいこれ1000ゴールドもらった、これっぽっちかや、ごめんね、気をつけてね真央くん、浮気すんじゃねえぞ、これはなんか絶望浮気ルートもありそうだな、すっごく全回復したなんかいるなこれ、花子見て、たかしくんのためにお弁当作ってきたの、あーうっといなこれ、わあおいしそう、おいし、嬉しいよ、ありがとう花子、手作り弁当容赦なく貪る、あうまそうだな、ちょっと一口、おっと手が滑って全部食っちゃったちょっとなんでこっち見んなよ二人とも無言になるのいいな、無言になるしかないよな、目障りなドアだな、くちゃくちゃドアノブにガムをくっつけて差し出した、ざまあねえなやばすぎるこいつ武器屋、あなんか埋めてんのかこれ、わあ勇者のお兄ちゃん見て見て、トンネル掘ったの、社会の厳しさ教えてやるよ、うりゃわあ僕のトンネルがぐちゃぐちゃに混ぜたカレーみたいにぐちゃぐちゃになっちまったなざまあねえぜ、かわいそう全員無言になる、これ武器屋、武器防具屋、これさお金だって、そうだよな、1万1000万100万めっちゃサイコパス、サイコパスなんだ俺、膝かっくんタコ殴る急所突き、おおゴミみてえな技ばっかすげえな、アイテムは特になんもないか、スキル、あスキルはいいか、ステータス、サディストでサイコパスでナルシストで自分のために他者を利用することを全く意向はない卑怯感あ魔王って名前にしたの本当にやめた方がよかったな、しまったな一回セーブしとくか、これ武器屋でどんな、あーでもなんか武器屋の配置が完全にドラクエ6の最初の村の配置をしてるね、な窃盗とかも厭わなそうだけど、いらっしゃい、ここは武器防具屋だよ、あなたは伝説の勇者様、これはこれはお安くしますよ、は、え、そっか君社会奉仕の心とかってないんだ、いやーまあ勇者ってさ一種の慈善事業なわけでさ結構かかるんだよね運営費がさ、勇者っていうのはさ公益性の高い職業に身を投じるこの僕と比べるとさちょっと人としての器があれじゃないかな、ねえねえ聞いてんのマジ、あなたに言ってんだけど武器防具屋さん聞こえてんの、自己の利益最大化ばかり追求して社会のために資産をビタ一文提供しない吝嗇家なのかな君は、そっかそっか、ああこのまま俺魔物にやられちゃうかもしれないな、お前が武器とか俺に渡しとけやがったのよ、このまま魔王をぬさばらせておいてゆくゆくは君の大事な家族とか親友にまで危害が及ぶんですけど、その程度の長期的視点も持てないなら商売成り立つんですか、そんなんなら僕も武器防具屋さんに転職しようかな、ダメだこのセリフのしっくりきすきさきしっくりくる加減がやばすぎる、まあもし装備を調達できなかったことが原因で僕が魔王に敗れ去ったのならきっと君は一生後悔の念に苛まれるだろうね、わかりました、お代はいりません、どうぞ好きな武器をお持ち帰りください、本当に、いや申し訳ないな、まさか装備を無償で提供してもらえるなんて、いや本当に素晴らしいよ慈善家、じゃあ早速この店で一番高い武具を装備用と転売用にあまねくいただいていこうかな、そんなひどすぎる、知るか早よよこせ、ドラゴンソー、ドラゴンシールド、それぞれ10個、トルネコ、トルネコみたいに入荷した、サンキュー、 You're welcome 震え上がるな、装備最強装備するか、おドラゴン装備したわえアイテムじゃあいっぱい持ってるのか、かけ9かけ9かけ9やべえ、こ
ここどうなったんだろう、潰れちゃったかな。店主都合により臨時休業とさせていただきます。さまれな。いやでも実際こういうさ、実際こういう勇者もいるんじゃないの。勇者ってなんで、まず、あというかそうか、ここを見ないといけなかったから石があったんだな。洞窟さん、どういうことブレるから小綺麗な奥、俺は小綺麗な奥、勇者めここから先へは行かせないぞ。誰だお前。あ、バトルだ。あ、なんだあれは。え、暗い目つぶしクズンゴね、膝かっくん、タコ殴る、タコ殴ってみようか、タコ殴るおーおお、目が見えなくなってる、急所蹴り、おら急所だ、おら潰れちまえよ、おら。ねえねえ、一方的に攻撃されるのってどんな気持ち、どんな気持ち、ちくしょう膝かっくん、前が見えない、膝かっくん、ウェイああ爽快1000の経験値、1000ゴールド、レベルが5にはレベル1だったんか、こんなに生きてて。俺の負けだ、潔くとどめを刺すがいい。あ、これは両足を潰すぐらいでさ、放置した方が、こいつが死にかけの奥に唾を吐きかけますか。はい、カーペッこの悪魔め、貴様のようなやつがいる限りこの世に未来はない、我ら魔族に栄光あれ。ちょっと何言ってるかわからない。これ死ぬ前にさ、あ、もうちょいハゼに爆発してくる。死ぬ前にさ、こう両足とか刺してさ、死なずにさ、ここにずっと放置してる方がどっちかというとクズ度が高かったかもしれないね。あ、でもそうするとなんか引っかかるのか、年齢制限に。うし、魔王城か、圧倒的な力で魔王を蹂躙してやりてえな。チートでも使うか。あれ、魔王はチートを使ったチートを使ったね。あー、チートを使ったね膝か、ここチート使い損ねてる。なんかプロアクションリプレイ初めて使った人みたいになってるからチートでも使うかどれ。こんにちは。愚かにも自ら首を差し出しに来たか、勇者め。貴様を倒し、この世界に我ら魔族の理想郷を作る。その崇高なる野望の邪魔はさせんぞ。あ、何か言った？スマホいじってて全然聞いてなかったわ。くちゃくちゃ。勇者め、貴様のような邪悪がいる限り、我らの未来に希望はない。この世界のため、そして勇者が理想を、我らが理想を掲げるため、勇者も必ず貴様を倒す。ん？主人公みたいなこと言ってんな。おお、10連引いたら SSR 出た。やったぜ、おい。これはね、必殺技を使わずに、ね、攻撃で倒すというのが、ね、一番屈辱的だと思います。はい、ウェイなんか、本当にフルマックスにした時の向こうの防御力の計算した時のダメージみたいなダメージが出て受ける我が滅びようとも人間どもは自らの愚かさという内なる毒でその身を。はいはい、さよなら。うわお掃除完了。さて、世界でも試合すっかおいおい。そして数日後、さあ魔王様の御前だ、どんどん献上品を持ってこい俺が子飼いにしそうな魔物だな。女の人いっぱいいる。1234567。あ、じゃあ月火水木金土日だね。俺この発想が一瞬出てる、俺やばくないおお、魔王様、貢ぎ物でございます。1000ゴールド。ああ、足りへん足りへん。私の懐はむすからかんのカランコロンでございます。その服もおらんかい。いやあみんな俺にいざまずけ完全懲悪されない本当に。そして世界は魔王に支配されたやっぱクズが成り上がるのよ。この世界を牛耳ってるのはみんなクズだから、みんな忘れちゃいけないよ完全懲悪者じゃなかったはい、ということで面白かったなジ・エンド。本当にエンドでいいのかこれ面白い。はい、ということで終わりかな。いや面白いないいね、こういう。あ、ダウンロード可能でございます。巨悪勇者の裁きの鉄が下され、人々に救いの手が差し伸べられる。そんな風にシナリオを書き換えてこの世界を救ってくれる真の勇者が現れること、それだけが私たちの唯一の願いですこれは完全に後付けのところの制作を丸投げしている
はい、ということで、面白かったです。ありがとうございました。またそれではどこかでお会いしましょう。バイバイ。